佐藤澄香です。今からリラックスできる呼吸法をお伝えします。あなたはですね、もう毎日ストレスがもう溜まっていませんか？私の、整体サロンにいらしている方からもですね、もうこのイライラする気持ちをどうにかしてこう自分でリラックスできる方法は先生何かないですか、というご質問をよく最近受けます。で、私はその時にありますとお答えするんですね。で、それは呼吸なんです。今からお伝えします呼吸法は、こちら約20年前にアメリカのハーバード大卒の博士が考案した呼吸法、4、7、8呼吸法と言います。手順は3つでお伝えします。まず1つ目です。鼻から4秒かけて吸います。2つ目、吸い切ったら7秒間息を止めてください。3つ目、口から8秒かけてゆっくりと吐いてください。この3つです。では今から早速私と一緒にやってみましょう。じゃあいきます。はい、今お伝えしました3つの手順を1セットとして、イライラっとした時、そういった緊張する場面ですね、そういった時にもう何回でもあなたのペースで繰り返し続けてみてください。そしてこの動画を繰り返しご覧いただいて、もう繰り返し楽しく続けていくことで、あなたの日頃のイライラとした感情ですとか、なかなか寝つけない、眠れないなという時、緊張するという場面の時にいつでも思い出して続けていってくださいね。もしこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。